でありますが2部で鳥となりますので2部の鳥、はい、務めていただきますのがよさこいでございます。ありがとうございます。皆様もう一回いきますね。よさこいって拍手します。よさこいでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2部の鳥、やっぱりよさこいが務めていただきたいと思います。よさこいっていうのはこんなもんだ、こんなすげえんだってのをですね、皆様見ていただきたいと思いますので1回だけやらせてください。2部鳥始まりますが盛り上がる準備できてますか？できてるね。あ、できてるわ。出演者側もできてますね。 OK、 それでは紹介させていただきたいと思います。福島県、今日福島県が来てくれました。福島県福島市で活動しているわだちです。県内の社会人を中心に構成されています。慢心する東北人をコンセプトに力強く熱い演舞を皆様にお届けしますということでございますので届けていただきたいと思います。そしてこちらのマイクをお渡しさせていただきまして、もうセット大丈夫ですか？はい、気合十分ですか？大丈夫ですか皆様？ OK ですね。それでは紹介させてください。2部7チーム目、2部の問いでございます。わだち拍手。会場にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。福島県福島市で活動しておりますわだちと申します。僕たちが踊るこのよさこいという踊りは、北海道そして高知を、ルーツにしている、踊りになります。それでこのよさこい踊りをメインにした、イベントがこの仙台でもあります。10月の12、13で、道のくよさこい祭りというお祭りがありますので、ぜひぜひ皆様足を運んでいただいて、僕たちわだちも出演しますのでどうぞご覧になってください。はい、それでは演舞をいたしたいと思います。邁進する東北人の姿を全力で表現いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オールス、屈折、立ち向かえ、ハーク。Yeah!
一つの表情に過ぎない。あいつの手先、足を刺さす光をたどり、顔を上げた。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。素晴らしかった。